皆さんごきげんよう、さきのです。今日はですね、私の速攻でできるリップケアを紹介したいと思います。私リップメイク、結構メイク動画とか見てくれてる子とかも分かると思うんだけど、メイクの中でもリップはすごく重視してるので、唇のね、皮とか唇の調子が悪いともうテンションがもう8000万ぐらい落ちるんですよ。だからこそたまにやるだけで結構効果があると思うので、ぜひぜひやってみてください。結構ありきたりかもしれないけど、やっぱ一番効くのはこれなので、ぜひやってみてください。それではスタートー。はい、じゃあまずね、唇に何にも塗ってない状態なんですけど、本当に乾燥が長引いたりとか唇の皮むきがひどい時はこちら、ラッシュのリップスクラブを使っていきます。ザ・キスってやつとハニーを使ってるんですけど、これどちらもね、ファンの方にいただいたものを使ってよくてリピート買いしたものです。でね、この前ね、こっちハニーを使ったから、私今日はちょっとキスを使おうかなと思ってます。これね、開けるとこのような感じで、まだね、2、3回ぐらいしか使ってないんで新しい方なんですけど、キスの方は中にね、なんかね、ハートのホローみたいなやつが入ってるんですよ。これは別に唇に関係ないんだけど、とにかく可愛いっていうだけ。すごいよね、これ。このスクラブちょっとね、しっとりしてるから適量手に取る感じ。こんな感じで。乗せていきます。でね、これたまに口の中に入るんだけど、すっごい甘い。砂糖になってると思います。海外の、YouTube 見てたら、これを毎回やる人がいるんだけど、そんな食べちゃうの。えっと思って。でも食べれるっぽいんだよね。わざわざ食べはしないけど、口に入っても全然大丈夫。香りは、海外のなんかお菓子みたいな香りがします。唇についたらね、私あんまり多くしないかも。多くするとなんかボロボロ下に落ちちゃうから、いつも洗面台でやってるんですけど、この辺をこう、くる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 っと、余分なね、唇の角質とか落とすように、くるくるします。くるくるしていったら、ちょっとだけ溶けてくるのよ、体温とかで。で、事前にリップバームとか塗っててもいいんだけど、溶けてくるんですね、こんな感じで。そしたら洗い流します。そしたら唇がすごい柔らかい感じになります。しっとり潤ってる。リップクリームとかではない、なんか、新しい皮膚が再生したみたいな感じの、プルプルの唇になってくんですけど、その後にお気に入りのリップで保湿していきます。で、ちょっと最近のお気に入りリップを集めてきたので紹介します。じゃーん、こんな感じで私の使っているリップを集めてきたんですけど、端から紹介していきます。メイク前によく使ってるメンソレータム薬用リップスティック OU ってやつなんですけど、これは楕円型になってて、いつものこのクリアな感じでツヤ感もなくマットな感じなんですけど、これにはね、少しだけ SPF が入ってるので、唇の日焼け止めとして昼間使ってます。もうメンソレータムだし、なんかディープモイストって書いてあるし、もう本当に保湿力と唇を邪魔しない感じですごくおすすめ。これ化粧前とかに特におすすめのやつですね。で、次がこちらです。カントリー&ストリームのハニーフルリップです。これもう何個目って言ってたっけ、もう覚えてないぐらい本当にたくさんリピートしています。家族みんな使ってたんじゃないかな。これは開けるとこのような感じでカットされてるのに、斜めカットされて出てくるのはこのような感じで、ちょっとだけ濁った透明みたいな感じのリップが出てきます。これは本当にたくさん使ってますね。本当にね、いい匂いがするし、ハニーのね、めちゃくちゃいい匂いがします。で、それでも気になる感じじゃなくて、唇塗ったらスッて消えてくれるから、そこまで匂いも持たないので、他とは違う唇用美容液、トロトロした感じの液体が出てくるので、すごいね、そういうのが好きな方にはおすすめですね。続いてはもうこちら、もうみんな大好き、メンソレータムのリップです。これ本当にハズレがないというかさ、わー、もう絶対これはもう鉄板みたいな感じのリップですね。最近買ったんですよ、また。これは本当ツヤ感とかさ、そういう感じではなく、自分の唇が潤ったみたいな、ツヤ感も出ずで、ちょっとスースーする感じで、次塗るリップとかも邪魔しないし、本当にいいリップですよね。これ系のリップは本当ハズレがないぐらいいいですね。もう大好きなリップです。もうちっちゃい頃から使ってる。続いてはじゃじゃん、モアリップです。すごい気になって買ったものなんですけど、資生堂から出してるモアリップっていうリップなんですけど、唇の割れとか、あとただ荒れ、口角炎とかにも効くんですよ。なんか唇の荒れとか保湿してくれるっていうよりかは直す系のリップで、もうとにかくこの子を塗ってれば基本的にはなんか唇の荒れとか口角の荒れとかが治ってくれるから、私最近口角のここら辺がすごい荒れてて、それに気になってた時に調べたらこれがいいっていうので、最近これ寝る前とかに使ってます。たっぷり塗ってラップパック、この後やっていくんですけど、そういうのするとすごくおすすめのリップですね。どちらかというとなんかこう本当に荒れがひどいとか治らないっていう子にとってもおすすめです。で、続いてこちら、 RM 系のリップバームです。リップクリーム、レモンシトラスの香りです。個人的に私このリップの匂いとかが大好きなんですけど、あー、いい香り。もうレモンの
すんごくいい香りがします。それもすごい好きだし、このリップもファンの方がくださって、で気に入りすぎてで買いに行った感じですね。だから2個目になります。だからもうね、結構なくなってきてるんですよ。すごいね、もうギューンってなくなってきてるんですけど、中は黄色っぽいんだけど、ほぼほぼ塗ると透明になります。でこれはね、塗るとどちらかというとツヤツヤな感じになって、膜というかなんか結構ペトペトした感じの潤ってるって感じのリップにしてくれるし、あと香りがとにかくいいので、私はそっち結構大事だから、スーってなんか癒される香りで、これを塗って寝ると次の日も結構潤ってるぐらい、やっぱちょっと少し高めなので、リップクリームにしてはやっぱその辺はちゃんとしてるなって思いますね。プレゼントとかにも絶対喜ばれると思うし、レモンの香り嫌いっていう人あんまいないと思うから、すごくおすすめのリップです、これ。で、続いてやるのが、じゃじゃじゃん。ラップ。みんなが多分持ってるラップあるじゃないですか、家に絶対ある。このラップを適当に唇が収まるぐらい、このぐらい取ってですね、よいしょ。こんな感じで取りましたら、リップクリームを唇にたっぷりと塗ります。今回私のちょっと推したいリップ、一番なんかリピートしている商品、結構たっぷり塗ったら唇の口角ぐらいまで塗っちゃいます。さっきマッサージしたから結構血行が良くなってると思うんですよ。こんな感じでたっぷりと口角のところまで塗ったら、ラップでペトって、忘れてたら喋れなくなるのを唇につけたら、もうそのまんま置いておきます。うんふん、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 うんふん。10分経ちました。なんだかんだ私今つむつむにハマってて、時間があっという間に経ったんですけど、そうしたらですね、ふっくらとした立ちじわのない感じに仕上がりました。本当にあれがひどくてやばいっていう時は、私はこういう風にやっています。でその後になんか口紅とかを塗ったりとかしても全然大丈夫になるし、しばらくねこの潤いが続いてくれるので、その日2日間ぐらい私結構唇の調子がめちゃくちゃいいなって感じになります。やっぱり唇が潤ってるとさ、リップ塗った時にこう綺麗になんかツヤが入ってくれるから嬉しいよね。さっきまで結構唇死んでたけど、プルプルの唇いいね、やっぱり。はい、こんな感じで塗りました。速攻性がとにかくあるので、さっきまで唇の皮とかがすごい剥がれてきててバリッバリの唇だったんですけど、すごくツヤツヤのプルプルの唇になりました。これベルベット塗ってるんだけど、なんかベルベット感が消えちゃったはい、こんな感じで、これはね速攻できると思うので、次の日大事なデートだったりとかな、予定がある時とか、本当にすぐに唇を復活させたいっていう時にとってもとってもおすすめの方法です。結構ねありきたりかもしれないけど、とってもおすすめなので、ぜひやってみてください。はい、この動画を楽しんでいただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォロー待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。